地元民も自覚なし突然のご当地グルメ。宮城県仙台市。仙台のご当地グルメといえば牛タン、ずんだ、そして笹かまぼこ。これが仙台の三大名物と言われているが、2013年ある素晴らしい勘違いによりご当地グルメが生まれていた。すごく美味しかった。ここでしか食べられない。それは焼きそばの麺に麻婆豆腐をかけた仙台麻婆焼きそば。ちなみに1989年の歴史的な出来事、それはベルリンの壁の崩壊。この崩壊は政府の人が命令を勘違いし、もう外に旅行してもいいよと発表したことにより人が殺到し壁が崩壊したと言われている。歴史上最も素晴らしいとされた勘違いだ。麻婆焼きそば誕生もこれに負けないほどの素晴らしい勘違いから始まっていた。現在市内で50店舗以上の麻婆焼きそばを提供する店があるが、宝苑は仙台味噌をベースにしたタレが特徴。幸福吉祥シーロンは豆板醤をブレンドしたタレと山椒油を入れたちょっと辛めの味。ここ泰蘭は甘めの中華味噌、甜麺醤を入れて麻婆豆腐をご飯と麺にかける一緒盛り。仙台麻婆焼きそば推進委員会委員長の大柳さんは、まあ要はあの勘違いからご当地グルメになってるんでね、びっくりですよね、その勘違いとは一体。1972年創業の中国菜館万味。大柳さんが店を継いだのは2007年。さあ今日も張り切って一日頑張ろう。お疲れ様です。社長、この人が演じます。お疲れ様。そして2013年頃一本の電話が。お電話変わりました。すみません、私テレビ番組を制作しているものなんですが、そちらの麻婆焼きそばを取り上げさせてもらえないでしょうか。がその依頼に驚いた。なぜなら麻婆焼きそばは創業当時に先代が五目焼きそばの麺が余っていた時にかけちゃうかと余り物を合わせてなんとなく誕生していたまかない食だったから。ちなみにこの店の焼きそばの麺は一度蒸して一日乾燥させ、それをお湯で戻し油に通して使っている。その後なんとなくメニューに加えてみたが、五目焼きそばで五目ラーメン一日一食出るか出ないかくらいで、多くの常連客はメニューにあることすら知らなかった。だから麻婆焼きそばですかが、はい、麻婆焼きそばってあんまりないじゃないですか。でも仙台には出す店いっぱいあるみたいなんです。ああ、はい、だからそれを全国の人たちに紹介する VTR にしたいんです。全国ネットだってよ。初めての全国放送でテンションアップ。これはですね、最初はまかないから始まったんですよ。うちの仙台が、ここ仙台なんですけども。そしてドキドキの放送日。続いてはこちら、この珍しい麻婆焼きそば、実は仙台市民はみんな大好きでよく食べているんです。え、実は市内では麻婆焼きそばを出す店が知らぬ間に増えていたのだが、うちの店では1日1食出るか出ないか、多くの仙台市民は食べたことがないと思っていたが、放送の翌日。なんじゃこりゃ。お待たせしました。なんと麻婆焼きそば目当ての客たちで満員&行列に。わ、こんなのあったんだね。社長、どうなったんだよ。豆腐全然足りないんで買ってきてください。で、勘違いの結果大繁盛。1日の売上数はおよそ300倍に。そして最初に話題になった店万味は、
創業以来変わらないひと手間かけたもちもちの麺と辛さ控えめな餡が特徴。普通の焼きそばの麺と違う麺で意外と絡むなっていうのは印象にあります。美味しいです、はい、麻婆豆腐と焼きそばが好きで2つ合わさって最高です。そうして1ヶ月以上忙しい日々が続き、麻婆焼きそばを仙台の新しいご当地グルメにしませんか。ということで中華店の組合で合意、仙台麻婆焼きそばと名付け、ピーク時には80を超える認定店ができた。麻婆焼きそば、仙台市民が愛してやまないご当地焼きそばです。正真正銘ご当地グルメとして全国に紹介できるようになった。将来は地元の給食に出るくらいのご当地グルメを目指している。